動きやすいスニーカーにしっかりとした安全装置ハーネス、さらに頭にはヘルメット。今日は人気のアクティビティに挑戦します。お邪魔しているのはアドベンチャーガーデンのみ。森林の地形をそのまま活用し、大自然の中でさまざまなアクティビティが楽しめるフィールドアスレチックです。森の中にいるだけでとても気持ちが安らぎますし、アスレチック楽しそうでワクワクします。さあ、ここからはインストラクターの堀川さんにご案内いただきましょう。堀川さん、お願いします。よろしくお願いします。とても素敵な施設ですが、どのようなコースがあるんでしょうか。はい、まずですね、こちらの青色のコース、5歳からかつ身長110センチの方から体験できるチャレンジコース、はい、もう一つこちらオレンジの方ですね、10歳から身長140センチの方から体験できるアドベンチャーコースでございます。アドベンチャーコース、新たなコースができたんですよね。はい、今年3月からですね、新しくレベルアップしたアクティビティができましたので、ぜひ本日は体験していただきたいと思います。楽しみですね。頑張るぞ。頑張って。アクティビティに挑戦する前に安全講習を受けて器具の使い方を学びます。今回私は初めてなのでチャレンジコースからスタート、あー怖いよ。あ、高いところ苦手かな。あ、怖い。これは怖い。下見られない。下だね。あ、確かに見えるから。見えるからね。しっかりとガニ股やね。怖い。なんかこれ踏み外したらと思うとちょっと怖い。でもまあね、ベルトしてるから大丈夫ですよ。行きます。頑張れ。はい。いい感じ。フィールドアスレチックに慣れてきたところで上級のアドベンチャーコースに挑戦。より一層高い場所でのアクティビティになり、アスレチックの内容もレベルアップするんです。高いよね。こちらツイストブリッジでやっきりになります。どういう特徴があるんですかね。そうですね、見ていただくと分かるんですけど、真ん中あたりねじれてますので。ねじれてますね。はい、渡っていくとだんだん 橋が回転していくような形になってますね。無理だ私。え、これ落ちません？そのまま行ったら落ちるよね。怖い、まあ、本当に怖い。そうですよね、バランスが大事。これちょっと進むのに30分ぐらいかかりそう。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。不安定になります。え、不安定ですよ、もう不安定です。ゴローマル。左足はどこにつけたらいいですか？いける、そこから。足を少しまたぐような形で左側から足を。めっちゃ怖い。怖いよ。長さ何メートル？アドベンチャーコースには森の中を一気に駆け抜けるジップラインもあります。長さはなんと50メートル。そうですね、高さもかなり気持ちよさそう。これちょっとヒヤーってします。ゾクゾクします。怖いですね。渡れるかな無事。では50メートルジップライン行きます。ジップライン。でも怖い。あ、頑張る。これもう誰かに押してもらいたいね。はい。いた。最高ですね。空気がもうすっごく気持ちよくて、なんか鳥になった気持ちが最高です。さあ、ここからがいよいよ新しく登場したアドベンチャーコース2。中でも注目がこのボルダリングウォール。10メートルを超える高さにある壁を左横方向に進んでいきます。なんでこれ空中にあるの？これ怖いわ。もし離したらプラーンってなります。指の力だけでってことですよね。そういうことやね。そうやね。え、これ怖いんですけど。これ緊張感あるね。よし、うわ、よいしょ。あ、これ結構指の力使いますね。使いますね。そして、あ、しかもこれどこやったらいいかなって。どこ掴むか。頭も使う。考えながら掴みやすいとこ探して。ボルダリングって結構基本的に色同じところ。これ難しいけど面白い。そうですよね。もう無言になっちゃってる。今すっごい体勢になってそう。うわ、高いな。うわ、もっと盛り。ああ、掴みにくい。よいしょ。でもうまいこといけとるんじゃない今のところ。いいんじゃないですか。おー、すごい。おー、ナイス。ナイス。無事着きました。頑張った。いやー、すごい、やったぞーっていうね、感覚あります。ねえ、ドキドキする。やりきりました。いいですね。これ楽しいですね、ボルダリング。これ楽しいですね。めっちゃ楽しい。できると楽しいってなる。そして、最後に待ち受けるのは
高さ17メートルから一気にジャンプするパラシュートと呼ばれるアクティビティ、アドベンチャーコースのハイライトです。パラシュート、この青い部分乗っていただいて、パラシュートって言っても自分が落ちる、無理だ、ね、本当に無理なんですけど、これ怖いわ、どうしよう、怖い、本当に無理なんですけど怖い、自分で行かんなんだよ、これ本当に怖い、絶対怖いよ、一歩踏み出せない、いけないよね、けど一歩踏み出す勇気が大切、あー、やった、いった、うわーすごい、頑張りましたね、尻もちついて絶対着地はお尻が楽しい、いやなんかすごい、なんかめちゃめちゃ涙出てきました、ね、こんな顔やったっけ、自然暗化したワクワクドキドキの体験、アドベンチャーガンデーのみの公式ホームページから予約してぜひ挑戦してみてください、うん。